どうもこんにちは、そらしだです。ありがとうございます。今日はね、この米沢にあります、乗馬ができる場所をやってきまして、なんと乗馬体験をやってみるとしようじゃないかということでございます。はい、じゃあ早速ではございますけれども、行ってみましょう、はい、ね。ちょっとぐるぐる回って、向こうまで半分帰り持ってる。炎馬さんはどうなんですか？なるほど、なるほど。だから性格で競争馬向きとかそういうのもいろいろあるんですよね。はい、ね、歩くの嫌がってます。70でしたっけ？速さだと70、60キロですよね。この体勢で70キロは怖いな。体幹で100以上に感じますもんね。うわ、すごい目線だこれ。高いよ。おお、体起こしてる。そうそうそう、この手前になってる。ああ、これでもジョッキーの取ってなんか腰浮かんで巻きますよね、ここに。うん、めちゃくちゃ絶対できへんわ。馬術の時もああいう体勢取るんですか？いや、馬術は逆に体を起こすこっち、はい。ちゃんと吸うねや。そうですね。舌で舐めとるんじゃなくて吸うんですね。水をすするんや。ごくんごくん。すげえ。そうなんや。うんうん。息呼吸入れてる。減るの早い。もうちょっとダメだよ。腕も指食われない。食われない。最後やんだけど、まあ欲しがってる。うわ、怖っ。うわちょっと嫌かなぁ。これやってやってたら今ガブッガブッやねん。あ、そうだ。これだからかま、すみません。ちょうだい。持ってくれたらいいですか？舐められてる。嫌だ言ってる。あとは手のひらに乗っけて。おお、大事だ。ちょっと見たんですか？このパン
おお。うわ。おお、これだ。いやだ。怖いね。怖い。手のひらだけ持ってるのやる。それが嫌なんだ。でも優しい。ちゃんと構わへんねんな。うん、ね。さあ、はい、こちら米沢乗馬振興会さんで、乗馬体験させていただきました。よかったですね。いや、すごい、あんなにおとなしいというかね、うん、優しい生き物なんだなと。確かに。はい。体験してみてどうでしたか？うん、怖かったで最初はね、うんうんうん。でもやっぱ俺の方が強いんだぞっていう。いや、なんなんその考え。気持ちは持って。いや、もう後ろ回って蹴られて一撃ですよ。馬に乗らせてもらいましたけど。いや、素晴らしかった。うんうん、本当なんか心癒されますし、うん、でこの景色ですから、はい、最高でございますので。そうですよ。ぜひ皆さんもですね、米沢に来てこちら乗馬の方もしてみてはいかがでしょうか。米沢牛だけじゃないよ。